さんこんばんは。2021年7月の23日ボギーチャンネル、私サイのボギーテレフォンでございます。今日南の島、台風の余波で思いっきり大雨が降りまして、もうねここ3日間ぐらいずっと雨が降ってるんじゃないかなってね思っております。なお今回の台風非常に動きが遅く、最初沖縄本島をね直撃するんじゃないかというようなコースを取っていたんですが、それがどん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 南側にそれまして、なんと、本来の予想進路は、沖縄本島と宮古島の間をねすり抜けていくんじゃないかという、まあ米軍の予想でもそうなっていたんですが、現実はなんと今宮古石垣をね直撃してるということで、最大風速60メートル。いやはや本当にとんでもないね、強力な台風じゃないかというふうにね、思っております。さて、音も綺麗に入っていますかね。ちょっとお待ちくださいね。入っていますか？どうでしょうか？音の方は綺麗に入ってますかね。いやーなかなかね、はい、音の調整の方がうまくいってないんですけど、綺麗に入ってます。ありがとうございます。さて、まあそういう感じでね、台風の余波で今日沖縄本島もすごい雨が降りまして、まあ県内各地、まああちらこちらで冠水して通行止めになるような、そんな大雨がね、降り続いておりました。今は少し小康状態になっていますけど、なんと金曜日ですか。まあ金曜日からそうですね。金、土、明日、明後日、し明後日にかけてまた沖縄本島すごい天気荒れるみたいで、この台風一体どこへ行くんだろうってちょっと心配をね、しております。さて、皆様もね、今日はもう本当にキャスどころではないかと思います。なぜなら東京オリンピック、始まりましたね。まあ、これ読売新聞さんの、写真部が撮った写真なんですけど、結構綺麗に撮れてるなぁなんてね思っております。他にもいろんな写真がね、撮られておりまして、例えばこういった写真、これはまあ上空の方から撮った写真だと思うんですけど、この花火の色がねいろいろ変わってすごい綺麗だったみたいですね。もう私も、はい、実際にそれ見てみたいなと思ったんですけど、いやーでもね、開会式始まったということで、まあ結構ね賛否両論ありまして、はい、非常に感動したという話もあれば、非常にしょぼいね開会式だったっていう、そういった話もありました。でもね私思うんですけど、せっかくね東京オリンピック誘致したわけですから、私が思うにはもっともっとねこのオリンピックっていうのは国威発揚の場なんですよ。国威発揚の場ですね。もうケチ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 してね、もう経費削減だどうだこうだっていう、そういった声に乗せられてですよ、結局何もかもがね萎縮しちゃったような形になったら、まあ、元も子もないという感じだったんですが、まあ、設備的にもね、規模もかなり、緊縮した中での、このオリンピックになったと思いますけど、そんな中で、やっぱり日本らしさっていうのをね、ところどころ、やっぱり出したというのは非常に素晴らしかったかなというふうに思います。私もね、ちらっとしか見ていません。今日、ね、運転して帰ってきてから、非常に気疲れしたのか、そのままバタンキューしておりまして、まあ先ほどね、もそっと起きたばっかりでございまして、なんか今日、ね、とっても疲れていて、開会式全然見ていないという、まあそんな感じで喋っていますけど、まあチラ見した感じでは、まあ日本らしさっていうのを出してますし、音楽もね、これぞ日本の音楽じゃないかっていうような感じでね、ドラクエの曲とか、そういったものをかけてたということで、いろいろ、はい、
日本らしくない、衣装とかね、はい、そういったので物議を醸し出していたんですが、やはり、日本らしさっていうのはきちんとやっぱり残していたんじゃないかなってね思っております。でもとことんね、私がだったらとことんですよ、もう和にこだわってやっても面白かったんじゃないかなんてね、はい、会場を埋め尽くすねぐらいの太鼓とかね、はい、あと歌舞伎とかいいじゃないですか、ね、マツケンサンバ千人踊りとかね結構面白かったと思うんですけど、まああまりふざけるのもちょっとあれかと思うんでね、もう始まってしまったのはもうこれはね、はい、反対派だろうが何だろうがもう始まってしまったわけなんですから、薄汚いイデオロギーでね邪魔するんじゃなくて、もう選手たちがのびのびとね、競技に集中できるようにまあ応援してあげたらどうかななんてね思っております。ハチさんはね涙が自然と流れてきましたということでございまして、ラプテンさんはこれだけのねコロナ禍でよく開催できたと思いますということで、もう一年間、そうですね、一年伸びた、まあその間準備期間は十分あったと思うんでね、本当にはい一生懸命考えた、まあ結果としてこのようなね開会式がまあできたっていうことでね、私はもうこれはもうこれで、はい、よく頑張っているんじゃないかと思ったりもしております。あとはもうね、試合で日本がね、どん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 やっぱり金メダル取ってくれたらいいんじゃないかと思うんですけど、今までね、オリンピックやめた方がいいんじゃないのなんて言ってたコメンテーターなどがね、下り顔で今度オリンピックの話してるのを見ると、本当にこいつらクズだな、というふうに思ったりします。まあ、共産党に至って今でもオリンピックやめろなんてキャンペーンやってますしね。いや、嫌だったら見るなですよ。ね。感動するな、見るなと。あっち、はい、見とけっていう感じになります。これキャットスメラギイヤサカさん。はい。陛下をテレビで見て、思わずイヤサカと、はい、3回万歳してしまいましたということでございます。いや、まさにね、はい、もう私も、陛下のね、お写真、見ましたけど、本当に普通のマスクしててね、本当に庶民にね、近い、ね、方なんだなっていうふうに思いましたけどね。はい。ツッチーさん、少なくとも一人、手のひら返しはしなかったコメンテーターがいたら、ね、いたらしくある意味筋が通ってると。誰なんですかね。まあでも本当にね、始まった。もうあとはもう応援するしかない。はい。私はそう思っております。まあ、このね、休み期間中皆さんも遅くまでもうテレビ釘付けになるのかななんて思っておりますけど、もうね、しばらくはもう毎日、オリンピック、オリンピック、オリンピック。でもね、コロナ、コロナ、コロナよりはマシではないかと思っております。さて、まあ、チャイナウイルス、武漢肺炎。沖縄では感染がね、どん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 今、広がりつつありまして、まあ、幸か不幸か、この4連休、沖縄は、台風直撃でね、もう観光どころじゃないっていうことで、多くの観光客はやっぱり、入ってこれなくなった分、ちょっとはね、救われたのかななんて思うんですけど、それでも、今、毎日100名以上の感染者が出ていまして、まあ、10万人あたりの、陽性反応出た方々の数は、全国2位ということで、相変わらず高い状態をね、保っております。まあ、そんな中で、玉城デニー知事の指導力不足に、今の多くのね、方々、そしていろんなね、方面から批判が集まっておりまして、まあ、中には、同じ仲間である左翼からも、さすがにこれは知事だめだろうっていうような、そういった声まで上がっているのを見ると、まあ、沖縄のね、方々、やっ
と目が覚めてきたのかななんて思っちゃうんですよね。まあ、この玉城デニー知事の、まあ、チャイナウイルスに対する対策の不手際のニュースがヤフーニュースに載っていたんですけど、もうそのコメント欄っていうのはもうすべてと言っていいぐらい、この玉城デニー知事への批判に埋め尽くされておりまして、いや、本当にね、もう全国の方々のみならず、そこに書いてるのが、なんと、沖縄の方々が結構書き込みをしていて、もうお願いだからやめてくださいとか、ね。やはり、芸人を、ね、イメージだけで政治家にしちゃダメなんだよとか、そういった意見がたくさんありましたけど、まあ、票集めの、いわゆる客寄せパンダとして、ね、白羽の矢が立った、玉城デニー知事なんで、実際のところやはり行政能力にやっぱり限界っていうのはあったと思います。そもそもね、国会議員時代、小沢さんの顧問をしている頃、まあ、この方が目立ったことといえば、沖縄を一国二制度にしようっていうことを一生懸命訴えていましたけど、それって実績でも何でもないと思うんですよ。まあそんなこんなでね、県内でも、彼の指導力不足っていうのがもう露呈しておりまして、なおかつやはりトップが腐ると部下も腐るということでございまして、クラスターの隠蔽騒ぎなど、もうまさに国がね口をあんぐり開けてしまうほどの、まあ、手いたらく、まあそういった中で、この沖縄に対する、いわゆる非常事態宣言も知事に通告することなく、国は、1ヶ月余り延長ということになってしまって、この沖縄県独自の、いわゆる専門家会議というのは赤っ端を書いてしまったというね、メンツ丸つぶれ。でもそれだけ信用されていないということではないですかね。まあ、玉城デニー知事、対策をね、立てたり、はい、政治やね、行政しかできないことをやるのではなく、チラシ配りやってるぐらいだから、やっぱりこの人ってそんなことぐらいしかできねえんだろうななんて思えばね、はい、もう腹も立ちませんけど、いつまでもこんな人にね、行政のトップを務めさせておくのは非常にまずい。まあでもオール沖縄は他に誰か候補者いるのかななんてね、思ったりしますけど、まあでも保守側も候補者不在なんですよ。まあ、この方が出たら絶対に面白いっていうような、そんな候補者がやっぱりいない、ね、非常に優等生とか、あとね油切ってる方とか、まあちら側はあちら側でもう本当に極左、もうね半吉しかないとか、そんな人はいますけど、まともに行政ができそうな人なんて全く見当たらないわけなんですよ。まあだからこれ沖縄の不幸か、もう不幸そのものだと私思います。人材不足。ね。まあ県議クラスには非常に生きのいい若手がいっぱいいます。ね。姉垣義豊君とかね。他にもたくさん私はリスペクトしてる若手いますけど、市議だったらね、やっぱり大山隆夫とか、その他大勢いますけど、まあ県知事クラスになりますとやっぱりね、それなりの方を擁立しないといけないんですけど、それなりの方というのが、めぼしい方がいないのがね、保守も革新もやっぱり共通したものでございまして、まあ来年の県知事選挙本当にどうなるのかななんてね、ちょっと心配をねしていたりします。まあそういった中で相手側は、はい、私前にもお話しましたけど知事候補として、知事候補じゃないですね。知事候補は多分ですよ。デニーさんも出さないと私は見ているんですよ。オール沖縄もデニーでは持たないと、もう踏んでると思います。じゃあ誰を出すか。もうオール沖縄全くいません。まさか山城博司では無理ですし、いや、洋一さんは前に負けておりますし、糸数恵子さんではもうちょっと年齢が年齢でございますし、ね、照屋監督先生に至ってはもう
言語道断ということでございまして、はい。でも保守側もいないんですよ。ね。はい。保守側もいないんですよ。まあ本当にまともな政治家育てるって大変だななんてね、私思ってしまいますけど、やはり政治家じゃないときはね、すごいいいこと言ってたり、威勢のいい人もいますけど、政治家になるとどうしてでも口はね、いろいろ制限がかかったりします。特に政党に所属してるとね、本当に口が不自由になる人多いんですけど、今の本当に政治見ていると、まあ、何度も言いますけど、リッコロが残っていたらなぁなんてね、やっぱり思ったりもするんですよね。はい、ハチさんから、佐喜眞さんはということなんですけど、佐喜眞さんはね、多分私の予想では、九州の比例、はい、衆議院の九州比例に名簿上位で出るんじゃないかと、私は、ね、思っています。佐喜眞さんがね。はい。多分そうだと思いますよ。そしてね、あさとさん。はい、あさとさんですね。この方も知事選挙に出るって頑張っていましたけど、この方は多分参議院選挙の方に、出るんじゃないかというふうに私は、見ております。となると、県知事に出るの誰なんだろうっていうことにとっても不思議にね、今、思っていますけど、まあ、保守も革新も、人材不足の中、ね、本当にやきもきしていますが、まあ、でも私はね、きちんとした政策をね、立てれば、県民にね、打って響くような、政策を打てばね、やはり、それなりの人が出れば、勝つ可能性もたくさんあると思っております。まあ、特にね、沖縄でやっぱり腐ってもタイで、オール沖縄とか、ね、社民党とかまだ強いわけなんですよ。まあ、とにかく基地反対、海を守れていればいいこと言ってるね、なんてやっぱ思っちゃう人たちに打てば響くような政策、特にあちら系の方々が反論できないような政策をね、立案し、それをぶちかますような、やはり参謀がね、やっぱ必要だと思います。いくら兵隊がね、優秀でも、作戦参謀がね、役立たずでは、やっぱり戦争負けちゃうんですよね。ところが、作戦参謀が優秀で、もう相手の裏をかくような作戦をね、綿密に立てていれば、こちらの戦力は少なくても、ね、戦争に勝つことはできるわけなんですよね。まあ、戦力不足、知名度不足、そういったのを政策で補うという、そういった考えができるか、どうか。まあ、旧態依然のね、政策を出して、沖縄振興開発計画とか、あと、ガソリン税のね、軽減処置の、ね、継続とか、酒税の、ね、軽減の継続とか、そういったあたりきのことを言って、毎回毎回変わらないことを言ってたら、やっぱり県民みんな関心なくなって、どん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 やっぱり政治から離れていってしまう。誰がなっても同じだと思われると、やはり、得をするのはあちら側、組織票、ジジババ票でね、絶対に勝って、ね、勝ってしまうっていうようなことがやっぱり出てくるんじゃないですかね。まあでも本当にね、今日私、ツイッターの方にも載っけましたけど、まあ最近は、なんていうんですかね、全体主義というか、迎合というか、まあ学校でも、これあるね、中学校で、いわゆるジェンダーフリーとか、LGBT 多様性についての授業をやったというんですけど、そういった中で生徒たちがね、男女共用の、更衣室とか、男女共用のトイレをもっと増やした方がいいと。どうですか、皆さん。これ私見たときにちょっと大丈夫かなんて実際に思いましたよ、これ。私新聞見てね、口やっぱりあんぐりと開けましたよ。ね、男女共用の、ね、
はい、男女共用のどうのこうのということでございまして、いや、あれはちょっとおかしいだろうというふうに私思ったんですけど、まあ、最近ね、こういった区別をね、差別、はい、区別を差別にしてしまうようなこともね、堂々とやっぱ推し進められているんじゃないかというふうに私は思っているんですよね。はい。これ、早原中学校なんですけど、早原中学校で、ね、多様性とはということで意見を出し合ったということなんですけど、はい。そこに真ん中の段の横側なんですけどね。はい。日常生活の中で思わず言ってしまう性に基づいた発言を挙げてみよう。はい。男は泣くな。いいじゃないですか。男は泣くな。女らしくしろ。なんで女性が女らしくして何が悪い？重い荷物は男が持て。違います。重い荷物は男が持ちます。はい。ね。重い荷物は男が持つんです。女性に持たすわけにはいかない。男が持て。まさにその通りだと思いますよ。はい。女なのに整理整頓ができていない。女どころか男でもできないのいっぱいいます。これは多様性とかね、区別、差別とかの話ではございません。はい。生徒らは列挙しながら、無自覚に多様な性を否定する発言をしていることに気づいたと。いや、性を否定してるんじゃなくて、ね、それ区別しているんですよ。ね、授業の終盤は全学年で、全員が安心して学校生活を送るために必要なことを考え、意見を出し合った。誰でも入れるトイレや、更衣室を増やそう。本気かと。ね。女子の皆さん、ね。自分たちがトイレ入るところに男たちがズガズガ入ってきて、それって素晴らしいと手を叩くんですかね。更衣室？おいおい、ちょっと待てよと。ね、更衣室。男と女を同じ更衣室にやって、本当にいいんですか、この生徒たち。おかしい。はい、そうですね、中佐。なら女性の産休も生理休暇もいらない？いや、その前に、レディースデーなんて廃止したらいいんじゃないですか？そういうんだったら。私そういうふうに思いますよ。保健体育は男女に分けないでほしい。いやー、これね、今、ハチさんが言わされてるって書いてるんですけど、これ言わされているというか、やはり、学校の先生の機嫌を取るために、先生が喜びそうなことをね、つい無自覚にやっぱり言っちゃっているんじゃないかと私思うわけなんですよ。その場でね、とにかくその雰囲気に流されて、普段思ってもいないようなことをね、どん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 口にね、していく。それがどん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 やっぱエスカレートして、言ってるんだと私は思うわけなんですよね。いや、私はね、古い人間ですよ。ね。男がね、男らしくて何が悪い？女が女らしくて何が悪いというふうに私は思っています。なぜなら、男はね、男であって女は女だからですよ。世の中はね、はい、男と女しかいないわけです。神はそのように作ったわけですから。その中間なんて、ないんですよ。それにね、やはり体格差っていうのは明らかにあります。男の方がね、どうしてでも、がたいは大きいし、力もあります。ね、それって、差別ではありませんよ。区別なんですよね、区別。はい。ですから、体力的にね、勝ってる男が、体力的に、やはり男よりね、男にやっぱ及ばない、ね、そういった女性を守る、エスコートする。当たり前のことじゃないですか。それって差別ですか？違うと思いますよ。全然。ね、それに今トイレなんて、ボタンを押すと、水が流れる音がするもの
結構いろんなトイレに置かれてるじゃないですか。それってやはりね、女性が、まあ、自分がそういった、はい、ことに及んだ時のことをね、やっぱり聞かれたくないっていう、そういった、女心からできた商品だと思います。男がこれ使ってるなんて私見たことないんですが、女性はやっぱりそういった音を聞かれるのが恥ずかしい。まあそういったところからそういった商品が生まれたと思うんですけど、そんなところに男が入ってくる？おい、ちょっと待てですよ。ね、なんで、ね、男と女別々に作ったのか。それ考えたらわかるじゃないですか。それって差別じゃないんですよ。ボギー中佐。はい。人は単性生殖できないんですよ、と。はい。そうですよ。人間ってね、ゾウリムシじゃないんですよ。単細胞分裂するわけじゃないんです。やはり、男がいてね、女がいて、はい。そこからまた新しい命が生まれていくわけなんですよ。当然これはやはり神の設備であり、ね。太古からやはり永遠と受け継がれてきた、やはり生物としての姿そのものなんですけど、それをね、頭の中の思想でねじ曲げてしまい、それに賛同しないのは差別主義者だって言ってね、レッテルを貼る。私このジェンダーとかね、ジェンダーっていう言葉すごい嫌いです。正直言って。ジェンダーという名のもとに、ね、男と女の垣根をね、なくして、ごちゃごちゃにしてしまおうと。まあそういった先生方にロリコンとかね、変態が多いのは、なぜなんですか？それとも、男子生徒と女子生徒、同じところで着替えさせて、それを先生はニヤニヤしながら見つめるつもりなんですかね？それとも、トイレ、男女共用にしてそこに学校の先生も入って、聞き耳立てるんですか？それって変態じゃないですか。おかしいですよ、やっぱり。だから私思うんですけど、やっぱり生徒たちね、こういう風に雰囲気に飲まれて、ね、普段思ってもいないようなことをね、言う。本当に誰でも入れるトイレや更衣室を作ったら、そこにあなた方本当に入りますか？ね。男の子がいっぱいいる中で、上着脱いでね、下着見せて着替えられますか？絶対に無理ですよ、これ。そしてトイレ。ただでさえ女性っていうのはね、恥ずかしがり屋なのに、そこにメンズが入ってくる。そんなトイレに誰が行きます？女の子喜んで行くんですか？いやいや、それないでしょ。まあ、そんなことをね、安心して学校生活を送る。これ逆でしょ。こういったものばっかりになったら、安心して学校生活を送るどころか、毎日不安、はい、不安の中で学校生活を送らざるを得ないんです。もう本当にこのね、今の学校教育腐ってますよ。頭おかしい。森の宮さん、登校拒否が増えると思うよと、私もそう思います。はい。でも本当にね、これ誰かが、いや、それっておかしいでしょと、やっぱり言わないといけないと、思うんですよね。まあでもこのように写真も載っけられてるの、女の子たち、本当に男女共用の更衣室でいいんですか？男女共用のトイレでいいんですか？後で一人一人ちゃんと聞いてみたいなと思うし、やっぱりこういったのをね、親がきちんとやっぱり子供に教えないといけないですよ。ね。差別と区別の違いも知らないでね。はい。このように、ジェンダーとか、LGB とかね、そういったものでね、性の多様性とか、そういったもんでね、先生方の薄汚い思想で子供たちにね、洗脳するのは、ぜひ、やめていただきたいと、私は思っています。まあ、今日はちょっと難しい話はしたくないんですが、とにかく、オリンピック、皆さん、応援していただきたいと思います。はい、今日はちょっと起きたばっかり取り留めない話になりましたが、ちょっと激おこぷんぷん差別と区別の違い、ぜひ皆さんにも考えていただきたいと思います。